ちは。こんにちは。とお名前と年齢とサーフィン歴教えてください。奥優太です。年は16歳でサーフィンは5年ぐらいやってます。ホームポイントはどこですか？ホームポイントは鴨川のシーサイドとマルキでいつもやってます。今地形はどんな感じですか？今地形、マルキは結構決まってていいんですけど、シーサイドは難しいですね。まだ今はそうでもない、はい、じゃあ普段何を目標にしてサーフィンの練習に取り組んでますか？普段やっぱ一本一本の波を大事にして大会で勝てるようなサーフィンをするように頑張ってます。将来行ってみたいポイントとかってあったりしますか？将来ですか？将来っていうかもうバリとかそういうところいっぱい海外行ってみたいなと思ってます。グーフィーかレギュラーだとどっちの波？レギュラーやりたいです。レギュラー、はい、いい波。じゃあ今年の目標とこれからの目標を教えてください。今年の目標はとりあえずいっぱい大会出て慣れて勝てるようになって、で来年はもうプロ公認取れるように頑張りたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。